回しだった。え何足だと思った。なんか入ってるかなみたいな。触ったら生足でした。生足だったみたい。ね、本当ファーストアルバムめっちゃ嬉しいよね。楽しみ。ポッチも髪染めたのって、いや今のは。あの地毛をこう比べるから、あ比べたの確かに茶色い、茶色くて羨ましい。確かに茶色い。リコさんは地毛です。地毛なんですこれ。でもさ、なんか毛先がちょっと茶色いんよ、ほらこう比べて。本当だ。だからこの色に全部揃えたい、うん、そういうのいいかもね。えステイでいいじゃん。ステイでのハートやりたいやりたいやりたい。ステイでのハートゲット悪魔みたいだったよ。あ、全然ギフト読めてなかったかも。うん、確かに。ありがとう、コラさん、カズサさん、ヤンカーさん、マン君、みんなもありがとうです。ありがとう。かわいいも桜の花びらも。ありがとう。今日さ、あ、どうぞ。今日初めましての人とかもいて嬉しかった。うん、ありがとう。ありがとうでした。美女二人だって。
そう、言い方が難しいかも。え、私は〇〇の〇〇って言うかも。考えちゃうから。〇〇の〇〇？あ、でもな、ちょっと、ちょっと待って。あ、私もじゃあ〇〇の〇〇って言う。あ、本当？うん、じゃあ、それでは。でもね、せーの。桜の稲荷市と友達。ふちゃんのいなり寿司。ふちゃんのいなり寿司。ふちゃんのいなり寿司。うん。え、桜のドーナツマジ美味しかった。すげ。もう大優勝。うん。一番優勝。ミスドの桜味が出てて、そうそうそう。その桜のドーナツが差し入れでいただいて、大好き。え、本当それ。え、私もさ、あれめっちゃ好き。なんかさ、いろんな種類あるじゃん。よっちゅよって。よっちゅ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 あるじゃん。よっちゅある。そう。よっちゅの中でもきなこのやつが一番美味しい。つぼみが。私きなこが一番なんかサクサクしちゃうやん。うん、で中になんかもちもちのさ桜餅のさ生地があってさ、でなんか周りきなこでさ、めっちゃ美味しいよねそれと。で私が取る時もきなこがなくって。あ、そっか。そう、それでそしたらリコちゃんが一緒に半分こしてくれたの。そう、二人でティータイムして、そう、紅茶入れてね。そう、ピョちゃんが紅茶入れて、アールグレー入れて、そう、アールグレーだったよ、ね、めっちゃ優雅だったよね。そう、優雅な秋の時間、4時間目の時間かな、やってました。そう、私はピョちゃんのいなり寿司はピョちゃんの夜ご飯お弁当を勝手に私のものとしてそんなつもりないけど、そうね、もう気づいたら、そう、そんな感じの、あのお弁当もね、リコちゃんがもう持ってた、そうで、その中でもいなり寿司が食べたくて食べたくてたまんなくて、かわいい、似合わせた、似合わせた、似合わせた、そう、それで、え、それでそれで、私本当にいなり寿司が美味しくてハマった。美味しかった。ハマりそう、うん。めっちゃ美味しいいなり寿司だった。くるくる鑑賞会。くるくる鑑賞会。くるくるです。ちっちゃいよ。あ、すごい。すごい。小人だもん。かわいい。手乗りくるくる。くるくるです。くるくるちゃんです。そう。本当に美味しかったいなり寿司。なんか甘いのって美味しい。どう？
でなかったね。また全身無理かも。ありがとう。確かに近くにディズニーあるか。結婚はしないよ。結婚？結婚はしない。私と結婚はしないよ。何時だ？あ、さっき書いてたやつ。秋田さんは早かったよね。7時25とかじゃない。秋田時間は7時15分。えらい。でもチコさんに比べたらなんかでもグググ難しい。むずいよ。難しいですね。でもさ、なんか大丈夫これ何か YouTuber みたいな。もっと近づけばいいんじゃない？こうやってもう難しい。
もうこれでいいよ。何でもいい。何でもいい。もう顔が見えてたら。そう。コメント見えるよ。きついからやっぱ座ろうよ。座ろうね。一緒にさ、なんかティータイムも楽しかった。あ、一番楽しかった、一番優雅で、あ、それだわ、思い出した、優雅だったティータイムですね、だってあのさ、ドーナツをさ、粒の部分からでさ、一つずつさ、切ってさ、二人でこうやって食べたの、うん、嬉しかった、どうも、カヌレとかも半分こしたし、まあ私はね、半分こ、半分こだったけどね、私もぺちゃんと半分こした、リアルに黒蜜やばいっす、とんでもないっす、ラムネってさ、なんであんなにさ好きなの、わからん、そんな すごくない、いつも食べてるよね、なんでやろ、え、なんか私もそういうの欲しい、
もさ片手間にいけるじゃんラムネってそんなみたいなジャンク、うん、でいけるじゃん。 それがいいサイズ感。なんか一粒ずつとか食べたら全然減らないし、うん、しかもさ、え、確かになんか常備薬って感じする。薬なのでもさ、ブドウ糖いけね、あれ脳にいい。なんでだろう、なんでなの。ラムネが切れたら、うん、ちょっと禁断症状出るかも。マジ手が震えってなるんだよね。私もヨーグルト好きやっけさ、ね、そうでヨーグルトめっちゃ食べてる。今日も持ってきてたよね、うん、持ってきてたブルガリー。でもさヨーグルトさすがにさ持ち運べんやん。まあそうね、常にそう常になんか常にね移動中新幹線とかでヨーグルト。そうなの。かわいいペちゃんのクリアだね、色が。色味がクリア。なんかコントラスト強くない？え、強いと思う。こっちはちゃんとふわふわして見えるけど、ガチで顔ですって感じ。でもいい、めっちゃくっきりしてる。え、いいよね。この差は何？ね、親指さ、どんぐらい曲がる？え、曲がらん。すごい。どういうこと？え、曲がらんよ。え、すごい。何それ。え、え、こう、え、めっちゃ曲がるやん。え、そうやん、関節。え、もう今外れちゃおう。うん、やばっ。え、だって違うもんね、関節外れたら。ここは曲がるけど、マジすごい。え、ここは曲がりますけど、マジなんでこんな曲がるん。ありがとう、かわいい。え、そんなとこ曲がらんよ。え、すごくない。え、だってそんなボキとかならんもん。なんで、え、何がどう。え、違う、もうそこさ。あ、ここ、うん、なんでこんな曲がる。やばいよね。何これ、反りがすごくない。え、え、なんか変、ペちゃんなんかもう、え、すごくない？そこ曲がらんよ。曲がるよ。やらして。え、普通にするならこうでしょ、うん、え、すごくない。え、ペちゃんなんかさ、癖でなんかこんな感じにしてない？ほんと？え、そんなしてないかも。え、してるかな、癖かも。じゃあなんか、ね、してるイメージがあったよ、ね、え、いいな、私も、ま、曲がりたい。意識ないかも。え、そこ曲がるからいいじゃん。え、ここ曲がるのステータスになれる、うん、クラコンの確かに一発芸。親指の第一関節めっちゃ曲げますこれでいこう。え、なんか出た方がいいかな。ちょっと待って、ギフト読めてなくて申し訳なくなってきた、うん、そうね。みんなありがとう、見てます。もう今何分くらいしたんだろう。あら、マリーさんめっちゃ可愛い。ありがとうございます。小人さんミラ、めっちゃゲリラだったけど。そうなんよ、可愛いとか結婚しても。ありがとう。結婚はできんけどね、私とは。さやか、さやかは、さやかとは、いや、私一番面白かったのあれかも。名前がさ、リコちゃんの名前をちょっと。え、30分くらいしてんの？え、じゃあすごい。いや、もうそろ。え、私もそれ好きだったし、あとはスープ作りもなんかちょっと面白かったし。スープ作り。うん。飲んじゃったやん、スープ。いろんなの。あ、うん。ガメ、卵。あ、ダメだ、ダメだ、この人。でも私たち、そのちょっとなんか。え、ぴゃちゃんすごい。え、違う、私たちじゃないよ。あなたよ。あなたが乗ったわよ。私たちじゃないから。あなたも乗ったから。それは違う。そこは誤解はちょっと。え、そうだったっけ、はい、え、でも、すごいよね。なんか、臨機応変力というか。対応力すごいよね。私とここまで仲良くなれてるって相当のさ、懐の広さよ。そんなことないよ。そんなことないよ。私さ、結構さ、こう見えてさ、うん、人といてさ疲れるタイプも時もあるんよ、うん、え、ぺちゃんとったらもう逆にチャージされまくる。本当にすごいよ、あなた。本当ですか、ありがとう、存在してくれて。ありがとう、ありがとう。そう、ファーストさアルバムがさ、うん、発売されるってなってさ、うん、
STU48 さ、もう7年間やってきてさ、10枚目も10枚出しちゃうけどさ、今回が初めてでさ、そのさ、ファーストアルバムのさ、その発売のさ、時に2人が揃ってて嬉しい。え、私もだよ。え、本当に在籍してくれてありがとう。エモいね。うん、エモい。そう、今日発表されたんですよ。嬉しい、それが嬉しい。ありがとうね。楽しみだね、アルバム。え、ね、歌詞さ、春夏秋冬、うん、なんでそれにしたの？なんか初めは原点とかにしようかなって思ってたけど、ほい、うん、なんかこれだ、あ、ビビッときた。そう、変えた。原点の何やった？どこだったかな、なんかさ、教えてほしい。第一希望、第二希望、高層ビルを歩いていた時嫌になってしまったそこかもしれん本当に、うん、え、何かは初めてのこういうことが嫌しまいる、あ、いい、そう、あのサビのところです。いい、何かは初めて、え、マジいい歌詞じゃん。ラブよ。私は何してた？私はその無謀な夢は覚めることがないの離れなさいって言われてるよ。ごめんなさい、ごめんねえ、なんでめっちゃ離れる離れるよ。え、じゃあ離れながらね、離れそうやって、そのじゃあこんな感じで行こうよ。その無謀の根拠はなくても自信があればいいんだって。はい、ウケる人じゃあ私の48で、無謀な夢は7周年を迎えたタイミングで、はい、ST48 の好きな歌詞というテーマポスターを、はい、作りたいと思ってるんですけど、はい、ST48 の好きな歌詞を教えていただけたら、3つほどあれば嬉しいんですけど。わかりました。はい、私がまず一番好きな歌詞は、はい、ST48 無謀な夢は覚めることがないから、はい、根拠はなくても自信があればいいです。なるほど。根拠がなくても自信があれば何とでもなるなと思っています。いいですね。わかりました。そして次は好きな歌詞2つ目は、はい、君は何を後悔するのか、はい、から僕はきっと後悔しない、やりたいことをやっているからです。僕はやっぱりそのアイドルに、アイドルを目指すってなかなか無謀な挑戦じゃないですか。そうです、ハードな挑戦で、もう本当にこの道を進んでよかったのかって思うけど、いや、やりたいことをやっているから後悔しない、この感じは思えてます。はい、素敵ですね。思いが詰め込まれていて、はい、はい、そして3つ目は思い出せる恋をしようから、幸せすぎちゃう時間はあっという間に過ぎてしまうから、できるだけゆっくり歩こうとしたわけです。はい、これは本当に幸せすぎちゃう時間って本当にあっという間に過ぎていっちゃうじゃないですか。そこでだからせめてでもこの歌詞の中に登場する人はできるだけゆっくり歩こうとしたって、それがもうエモくて切なくていいですね。やっぱヘアちゃんと過ごす時間もあ、なんか幸せすぎて幸せすぎて、はい、気を使わせすぎていっちゃったら、たまには本当にゆっくり歩こうとしてます
して。確かに。キャちゃんもさ、心に響くくない？え、3つ目何3つ目？三つ目は、うん、原点の歌詞選ぶのいいね、キャちゃんの。息をする心で。新しい世界を持っていたよりも人生は楽しい。なんか素敵。君に教えられた新しい世界を思っていたよりも人生は楽しい。めっちゃいいじゃん。いい歌詞をね、うん、いつも歌いながら思う。切ない、なんか今までのさ、そうかも、なんか全体的にさ、ちょっと切ない感じかもしれない。なんか暗い、なんかネガティブな心が歌詞に明るくされる感じがあるくない？すごいいいね、うん、すごくここめっちゃ好き。性格出るね。ね、面白い。ちょっと近づこう、近づこう大丈夫、インタビュー終わりました。ありがとう。ギフトもありがとう。タコとかパチパチとかペンライトとか花束も、結婚はできんけど桜の花びらも、うん、疲れもメンバーそれぞれ好きな歌詞選んだんですけど、そう、なんか個性が出てて、それのマジでさ、シミサラサラちゃんのさ、なんか急に英語の歌詞出てくるから、え、何事って思ったら、あ、マジ好きなんだけど、ね、サラちゃんらしくて面白い。メンバー個性めっちゃ出るよね。めっちゃ面白かった。急に英語そこ？え、それの急に見よったんや動画。うわ、面白い。面白い。それ大好きすぎる本当に。ぜひ皆さん、はい、見てみてください。見てみてください。よろしくお願いします。どっちのサラちゃんって？シミサラ。シミサラ。シミとサラちゃん。サラです。シミとサラちゃん。そろそろやばいね。終わろっか。ありがとうございました。私たちさやかて工藤でした。皆さんぜひ押してください。お願いします。お願いします。ブリーン。今のは映像が見られました。ちょっとすいません、またしてもちょっと映像が見られたんですけど、映像が見られて、お花の絵をちょっと添えてもろって映像が乱れた時、花畑出るから。ありがとうございました。また私たちでさ、幸せになろうね。なろうね。幸せになろうね。なろうね。ギフトもありがとう。じゃあ壇上呼びます。あ、みんなありがとう。ありがとうとか、お疲れとか、桜の花びらもお持ちに嬉しかった。じゃあ壇上呼ぼう。壇上呼ぼう。39から読むんやけどさ。39から読む。え、じゃあ13位までさ、マチョってや。え、私に読むよ。うん。じゃあ39位、ひまわり29さん、つかんぴよさん、さしすてそさん、ずーですさん、今日の僕はうそさん、ひららさん、ゆういちさん、のろすけさん、かずさん、さやかに楽しい、もびさん、えまたかさん、まささん、ひろよんさん、パール2号さん、まっちゃん、おゆうさん、ふくすつぬさん、のとじめへぐらさん、あつしさん、みつさん、青色大好きさん、ビショッパウさん、ろうそくさん、ひなたたか46さん、バイリンガルさん、ようくん、ハローサンタさん、キコさん、ディアーズさん、ハンターさん、エルグさん、ミヤオさん、ゆでキンガーさん、わらびもちさん、なおさん、なりちゃん、カムカムさん、かぜさん、ダムラ、エクレアさん、エックスかぜさん、バチルルクチャさん、かぜさん、タスさん、マイコルさん、フィレスルフさん、おネギショキュータンさん、セイ君、カラスさん、ヒララさん、ウマヒトスジさん、ヤスさん、パクチンさん、ユージーさん、ナメナメ社長、クリボーさん、サンソンさん、ドーノツルギさん、ごはんつぶちゃん、ヨウちゃんさん、イサオチマクハリお疲れ様、初アルバムおめでとうございます。ありがとうございます。ヒューガヒャンさん、フクちゃんチリコチさん、ヒソスジアッサンズサムさん、人生方向地さん、ヤマイさん、そして本日の秋元先生枠はおっさんずさむ先生です。いっこうさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。5位からいっこうさん、トラさん、マエルゴミゴミの人、ヤンカーさん、そして本日のメルヘンチェンジ第3位は小人さんでした。カルザさん、ありがとう。第2位は小葉さんでした。ショウイチさんでした。ありがとう。
そして第1位はバリーさんでした。マー君でした。ありがとうございました。皆さん、私たちのこんな時間には綺麗とか可愛いとかありがとうです。ありがとうございました。桜の花火会場からの、そう、ゲリラ配信でしたが、見てくれてありがとう。嬉しかったです。私たちのこと好きになってくださると嬉しいです。じゃあ終わりますか。終わりましょう。じゃあ今夜も皆さん健やかに行きましょう。健やかに。それでは行きますよ。せーの、ヘイヘイハーイ。事故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 事白似合ってるよ。ありがとう、クマさん。じゃあ皆さん、健やかに行ってください。じゃあねー。バイバイ、さやかと駆動配信でした。ありがとうございました。みんなも来て、気をつけて、今日来てくださった方も気をつけて帰ってね。来てくださった方も気をつけて。なんかね、お天気悪めだったりとか聞くので。でも気をつけて。頑張りましょう。明日からも。生きていこうな。生きていこうな。健やかに。健やかに。じゃあ、バイバーイ。切っちゃうぜ。